何でしょうか。お願いします。何かない、うん、あ何かない、まあね、この間ね、はいはい、あの鼻水がもうずっと止まらなくなった。それあかんで。じゃあそうなんです、うん、あかんで。すぐ言いますよ、あかんで。いやいや、あかんで言い方、ちょっと突き放し言い方。はいはい、はい、で病院行ったんですよ。ついに花粉、ああ、花粉症。え、ついにということは今までになったことなかったんですよ。はい、でついに花粉症になったんかなと思ったら、ダニの死骸、死骸、そう、アレルギー持っちゃったんですよ。ああ、え、なんで、ダニ、なんか清潔感漂うもやし君だけど。いや、爽やかやからね。それまた別なんですけど。え、ダニがどうなの。ダニ、ベッドとかのダニを吸い込んでアレルギーなんです。だから、ダニとゴキブリがダメらしいんですよ。ゴキブリ吸い込まんやん。いや、だからね、例えば死骸が、冷静に答えるのはお話になってない。いや、これ大事やで。これは、俺全くそう、花粉症とか、ああいう流行り病とか、鈍感な人間全く大丈夫。あ、ほんまですか。だから、分かれへんね。まあ、他人の死骸もそうなんですけど、あの、世の中のものって酸化していくんで、錆びていく、駆逐ていくでしょ。はい、だから、それが、飛沫というか、粉末状になって吸い上げてしまうんですよ、人間が。それに対してアレルギー反応を起こしていると。が今年に初めて出た。そうなんですよ。で、そのベッドには大量のダニがやっぱ皆さんいるんで。あ、いてますね、絶対。で、ダニって見えないんですけど、写真で見たらゴキブリと同じ形なんですよ。あ、形状は似てるよな。そう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 す、見えないだけでね。だもうベッドで寝れんくなってもて。あ、やっぱ気になったら気になって。そりゃそりゃそうよ。だ、もう最近座椅子で寝てるんですよ。いや、座椅子におるかもしれない。いや、でも範囲狭いじゃないですか。まあまあね、うん、ベッドはもうこうなんていうもうこうくる。ああ、そうかそうか、考えてると多分ちょっと今もう寝れんくなってもて。いや、でもそれは結構神経質なんじゃん。高田君で僕だからね、10代でベッドやめたんです。あ、いや、もう先輩ですか。あの、はい、マットレスとかマットを、はい、これ洗ったりとか干されるかなと思って、うん、で、その時まあ当然両親と一緒なんで、はい、布団に変えてくれ。うん、布団だったら毎日干せる。そうそう、はいはい、まあまあ掛け布団もクリーニング出せると、はい、うん、干すのもほんま良くないですけどね。ああ、まあまあまあね、はい、あ、なんか裏側に行くとかいいよね。なんかそうそう、うん、そうです。あと、あのパンパン叩いたら、うん、その死骸をぐちゃぐちゃにしてるから、うん、全く意味ないとか、うん、はあ、いや、俺全然ね、そんなあの鈍感やね、全くそんなあんま気にせえへん。だって布団持ってないですよ。布団持ってへんの俺。いや、ほんまっすよ。板間の上に寝てるから。この上で寝れるよ。猫かよ。猫や。いやいや、ほんまに、なんていうんかな、はい、意外となんか俺、細かくなんか、あー、枯れダメとか言いそうな人間に見えるんやけど、はいはい、むちゃくちゃ鈍感なんよ。へぇ、あ、キズだか3日前の飯やとか。そんなのか。いや、でもいけるね、俺。3日前、賞味期限がとか。まあ、賞味期限までいけんね。3日前の飯やって自炊しませんやん。自炊せんやん。何できるの。自炊しませんやん。ほんま適当やから。藤井さんめっちゃ真剣に聞いてたの。いやいやいや、好感度上がるやん。ありがとうございます。ちゃんと、あ、こういう人でも相手してねえな。相手してねえな。いや、お前ちょっと悩んでます、ね。いや、でもね、そういうのはやっぱりええことやね。ええことって変やけど、人の気持ちならいるやん。あ、例えば街でね、ぐずってて、あ、花粉症だな、こういう分で大変だなとか。それは確かに。だから僕が全くないから逆に自分に言い聞かせてるんですもん、うん、俺は大丈夫やけど、多分大変なんだろうなとか言って。いや、言うぐらいいいやん、はいはい、うん、普通の感想やん。いや、普通の感想やん、うん、いや、それぐらい思えへん。僕はあんま思わないですね。いや、そうかね、俺、なんていうかな、最近、あの、その、なんや、その、病気があって、味覚がとかになって、はいはいはい、聴覚もおかしいんちゃうかなとか。耳ですか。耳いうか、う、昔からね、結構なんか、予測でもの喋ってもいう癖あるんやん。あ、終わるまでに言ってた。そうそう、クイズ番組みたいやん。うん、はい、あの、あ、それね、みたいな、はい、違うのあるんやけど、はい、この前ね、まあ、ケガの五郎丸さんおるやん、はいはいはい、あのラグビーの、はいはいはい、あの人の話なんやけど、はい、70くらいのおばあちゃん同士がちょっと田中選手のポスター貼ってたから、そらついでに話題になったんか知らんけど、はいはい、私好きやねん、あの人なって二郎丸、二郎丸言って気になる。で、二人で会話成立してんねん、はいはい、ずっと気になる、俺聞き間違えちゃうかなー思って、しばらく置いてたら今度ね、ミャンマーがみたいな話になってんだよ。国際情勢のすごいなぁ、あの、私も応援せなあかんねんとかなんかなってるから、どんなおばあちゃんやんみたいな。ミャンマーちゃうねん。ミャンマーヒロシおるよ。ミャンマー、ミャンマーヒロシが。それ、兄さん脳で勝手に変化してますよね。いや、勝手に思い込んでもらってる。
してるよ。深山ひろしさんのなんかまあまだ好きやねん。別に深山の話しとっても驚かんでいいですよ。いや驚けへんやん。結構俺ちょいやそのおばあちゃんが深山の話する。普通普通はしないですけど、それですごい人おるなって思って、まあ、今ちょっと報道でねありますから、あれやから深山ひろしさんの応援したいねとか。ミサトリもようできたネタです。いや出たちゃうとダメやって。さあ俺、うん、ちょっと多分頭だからカブトムシおろう。多分何おろう。確かにさ、虫顔ですけど、虫顔、昆虫顔やからね、史上最強の生き物やから。、うん、そう、まあまあまあね、あの体には気ぃつけて。はい、ありがとうございます、ね、はい。